ただいまから北区コミュニティバス雪町行きルート運行計画説明会を開催させていただきます。区といたしましては、試験運行開始後も引き続き、本格運行への移行に必要な収支率 50% を目指して利用促進策を講じつつ、運行計画も必要に応じて見直してまいりますが、地域の皆様におかれましても積極的にご利用いただき、持続可能な地域公共交通へのご理解ご協力をいただきたくお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。赤いラインが運行路線であり、路線長は約10キロ、1周約60分のルートです。黄色い丸が新設のバス停留所、赤い丸が既存バス停留所と共有するものであり、バス停留所の数は全部で22箇所です。赤羽駅から、北医療センター間の路線については既存バス事業者との競合を回避するために、クローズドドア制度の方を設けさせていただいており、浮間から赤羽方面へ向かう場合は降車のみ、2023年型を採用し、電気を動力とする EV 車両を入れます。EV 車両が走れる距離、航続距離は、210キロとなっており、これは浮間地域ルートの1日の運行距離である160キロ以上となっており、運行に十分耐えうる性能のものとなっております。運賃についてです。運賃は100円とし、支払い方法は現金または IC カードの利用が可能です。その他に利用促進制度として1日乗車券、1ヶ月定期券、回数乗車券の利用が可能であり、これは既存の北区コミュニティバスとの共通のものとなります。本運行計画案について関係機関との、最終確認は完了しており、昨年の10月27日に開催した地域公共交通会議において運行計画の承認を得ております。路線を存続させるためには区の力だけでなく地域の皆様のご協力が非常に重要となります。運行が開始した際にはたくさん乗っていただき、地域で守る公共交通として浸透させていただきたいと考えております。この案の中から一案に絞り込み、細かな調整の方をしてまいりますが、現在の状況の報告として地域の皆様の方へお伝えさせていただきます。赤羽から浮間は乗車のみというのは、ここで乗ってただ赤羽方面の方が病院に行くためだけにここで乗ってここで降りるっていう使い方はできませんよということで、ここはまあ病院終わって診察終わった方が浮間のご自宅の方に戻ったりっていうことで乗るだけしかできませんという形になりますので、まあ、これは国際工業バスが北医療センター路線がございますので、そこはの往復は尊重というか競合を避けるための措置となっております。収支のためには当然自由に乗れて利便性が高い方がこの路線だけを考えるならいいんですけども、地域の全体的な公共交通の維持というところの観点から、まあ、の考慮が必要というところでご理解をいただければなというところでお願いを申し上げたいなと存じます。浮間の方たちのお出かけ生活の足を確保するというのがまず第一になっておりまして、この浮間ルートもですね、本来であれば浮間ルートで完結できればもう少し便数を増やしたりですとか細かな回り方ができるところを、やはり赤羽まで行く用事がいろいろあるだろう、まあ、ここの需要が一番多いだろうということで、まあ、浮間の利便性を確保しつつ赤羽への結節点へのご利用というのを確保するというところの、まあ、コンセプトが第一にあるものですから、まあ、その辺をこう、まあ、できるだけ叶えるような今運行計画としてまとめさせていただいたというところでございますので、先ほどダイヤをお示しした通り、この20分に1本ダイヤを達成させるのに
今ちょうどギリギリのバス停数です。今でもですね、なかなか今この時間自体がちょっと厳しくてですね、カンパチに出るところで朝夕のラッシュの時は詰まるですとか、赤羽駅のロータリー周辺でちょっとでも何か工事だとかトラブルがあると詰まってしまって、まずこう利用促進のためには定時制と分かりやすいダイヤというところを、まあ、今回は優先をさせていただいて、ロータリー内への乗り入れというか、まあ、乗り入れというか展開するために入りはしますので、まあ、泊まれる糸間が他のバスのバス停の時間調整の関係でちょっとそれに今時間を要しているものですから、将来的には中に入る形で進めてまいりたいなと考えております。